川鉄のギャグフズビヘイ。いや聞いた俺の新バージョン。え、聞きました、うん、なんか途中途切れたのかなって思ったらわざとですね、うん、あれあれはね、わざとじゃない。あ、アクシデント。アクシデント。切れちゃった。でも続けてみた。新バージョンをね、増やしたいっていうので毎週変えてるわけですけども。そうです、コアなファンがいると思うんで、俺のいつも最初のタイトルコールを楽しみにしてる人いるよねー。なんかいつかそのタイトルコールだけつないだ動画とか、うん、あーいいですね、なんか面白いですね。うん、やりましょうやりましょう。なんか A 級ゴーゴーフットボール、うん、やりましょう、チャレンジみたいな動画、うん、やろうやろう、そういうのね。はい、ではね、自己紹介していきたいと思います。はい、本日もサッカー好きの加藤沙和子と、はい、川越でイタリアンカフェブライトンカフェやってるエビテスです。よろしくお願いします、まあ、なんと今日はゲストさんがいらっしゃるということですが、いるんですね。ちょっといつもだったらこう結構ね、詳しく流れとかも伺ってるんですけれども、そうです、そうです、私今回その方のプロフィールしか受け取ってないんですよ。そうです、あえてシークレットでさあちゃんにはこうトークしながら、ああそうなんだって言ってもらいたいから、一切前にいる方が誰なのかわからない状態で今進めてます。ちょっとね、私が見る限りだと私の好きなチームのユニフォームを着ているようにも見えるんですが。そうですね、赤くは見えますね。赤くは見えますよね、うん、で、なんかサインらしきものも見えます。見えます、ね、ちょっとここら辺が気になるんですが、はい、早速紹介していきたいと思います。はい、お願いします。本日のゲストは株式会社リードライブカンパニー取締役副社長の遠山秀幸さんです。はい、どうもよろしくお願いします。いいね、いいね、カメラ慣れしてきた。カメラ慣れ。はい、はい、じゃあ簡単にプロフィールをご紹介させていただきたいと思います。はい、お願いします。自称サービスオタク。お、株式会社グローバルダイニング、株式会社プレジャーカンパニーと飲食業界の現場で20年以上接客と教育に携わり、2020年11月株式会社リードライブカンパニー創業。見えない接客の見える化、誰でもわかるすぐできるをテーマに研修やセミナーを開催。学校の臨時講師、大手通信企業接客研修など他業界からも依頼を受ける。著書にはサービスの力店長マネジメント編、サービスの力今からできる笑顔のアクション接客編があるということで。はい、ちょっといつもより長かったですね。ちょっと長めでしたね。トムさん、長めでしたね。長かったと思うんですけど、はい、本当にまだ何者かを全く分かんない、さあちゃんが全く分かんない。さあちゃん分かんない。ですね、つかみどころが接客のプロというのだけは分かりましたね。分かるよね、こうなんて、はい、まあ、自分からちょっと伝えさせてもらうんですけども、自分グローバルダイニングという都内の、はい、飲食有名なね、レストランが、ラボエム、ゴンパチ、モンスーン、カフェ、ゼストっていう、うん、いろんな業態があるんですけども、うん、その中でやってた先輩を今日お呼びしました。はい、もう先輩で呼ばれました。ありがとうございます、はい、もう経歴を読んでもらった通り一切サッカーが入ってきてません。はい、確かに今回、ゴーフト初サッカー好きを呼んでみました。単なる一般人。単なる一般人です。でもなんかサッカー談義花咲きそうでいいですね。はい、初の試みで。ありがとうございます。今回もサッカー好き、いやもうね、サッカー好きだからこれ絶対面白いだろうと思って、うんうん、お声かけさせてもらって、はい、したらぜひ乗ってくれて、本日来てもらいました。本当にオファーいただけると思ってなかったんで、ちょっと心の準備できなかったんですけど、いろいろ今日小道具もいっぱい持ってきたんで。小道具、小道具、はい、小道具持ってきたんで、あ、なるほど、後でちょっと見せてもらいましょう、はい、ちょっと楽しみですね。はい、富山さんもサービスもサービスなんですよ。本当グローバルダイニングってサービスでも有名なんですけど、うん、その中でもトップオブトップ。 ありがとうございます。でもうそれもあえて独立で仕事にしちゃうぐらい、うんうん、でサッカーとのこの仕事の関係コネクションってなんか、 ありがとうございます。これやっぱり冒頭にね、やっぱりサッカーが関係なさそうに見えてあれなんで、うん、はい、そうですよ。接客をやってて僕が、はい、2つサッカーから大きく取り入れたことがありまして。2つ、はい、聞きたい。接客で取り入れたこと、はい、で、うん、1つは当時、中田
さんがペルージャに行った時、中田秀俊ですね、中田秀俊さんがペルージャに行った時に、なんであそこで成功したかっていう一つの動きがありまして、ほう、それがパスをもらう前に首を振る、知ってます、はい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 、パスをもらう前に首を振るんですよ。そして、敵と味方とボールの位置を把握して、どこに行けばゴールに直結するかっていうことを常にやられてて成功されたっていうことがね、一つのエピソードとしてありまして、はい、僕はそれを接客でお客様に絶対呼ばれないために、首を振るっていうふうにして、お、今に至ります。なるほど、なるほど、はい、その首を振るっていうのは生かしてるってことですね。生かしてます、うん、どうしてもお客様に呼ばれるのが、まあ、接客やっててちょっとね、うん、心苦しかったんで、呼ばれないためにどうしたらいいかなっていうので、うん、中田選手を見てた時に、あ、これじゃんと思ってこう首を振ることをやり始めたのが、まあ、今本にも書かせてもらってるようなことです。それが一つ目、いや、なんか今同じ接客をやってるものとして、もうへーってメモを取ってますよ僕は、ほら。だからサッカーやってる人からすると、多分接客も分かりやすいように伝えられるんじゃないかなっていうので、はい、で2つ目が、はい、NHK さんで当時ミラクルボディっていう、ミラクルボディ、動画というかその番組がありまして、そこに、はい、当時まだバルセロナにいらっしゃったイニエスタ選手とシャビ選手 の前後半、今これネットでも見れるんで、はい、ミラクルボディでイニエスタとかシャビとか検索してもらうと動画見れるんですけど、検索します。脳科学の話なんですよこれ。で、脳科学、俯瞰で、ね、皆さんは、ね、はい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 、サッカーを俯瞰で見ながらこう展開していくじゃないですか。特に特化されてる2人ですもんね。でしかも判断能力が速くて、はい、実行能力も速いっていうので、なんとかこう接客とか教育に生かしたいなと思った時に、たまたま見た、サッカーが好きでたまたま見た番組がそのミラクルボディで、脳みそはもう死ぬまで頑張れば進化できるっていうのを知って、はい、年取っても勉強ちゃんとしようって思えたっていうのが、イニエスタ選手とシャビ選手のおかげで僕がまだいるっていうことで。なるほど、はい、そんなつながりがありまして、すごい、全くこれ多分ピンとこないかもしれないんですけど、僕の中では、いや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 、もう僕なんか特に飲食やってるんでスーッて入ってきますけど、はい、他の方も多分興味があるんじゃないですか。そのそう、昔から、ね、若い頃からあの二人はね、こうやっぱ鍛えられてたので、だからトップレベルに行った時もすぐ通用したっていうのを見て、あ、もっと脳みそ鍛えようって思ったっていう話ですね。はい、もなんか結構トップアスリートの方がこの脳のトレーニングしてるってよく耳にしますよね。なんか見たことがあって、はい、でそこから脳科学の本をめちゃくちゃ読むようになりました僕は。なるほど、そういう感じでスタートさせていただければと思うんですけど、 ありがとうございます。最初に1個だけいいですか。どうぞどうぞ。さあちゃんが、はい、先日お誕生日だったということで、はい、僕の方から誕生日プレゼント、公開プレゼント持ってきまして、はい、なんですかそれ。これ僕が今北千住という場所に住んでるんですけど、はい、北千住で超有名なやりかけ団子っていう、もうやりかけ団子、はい、角にある団子屋さんなんですけど、もう常に行列のお店で、ぜひ今日中に食べてください。食べます。もうすぐ食べたいくらいなんですけど、はい、ということと、もし興味があるかどうか分かんないんですけど、ちょっと古いグッズをねこう調べてたら、はい、当時のステッカーが出てきまして、これもぜひプレゼントをさせていただければなと思いまして、2002年のワールドカップじゃないですか。はい、2002年ワールドカップの時のステッカーなんで、ぜひ。すごーありがとうございます、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。初めてですね。さすがお初のゲスト、はい、初めての公開誕生日プレゼント、はい、ありがとうございます。嬉しいです。で実はね、ゴゴフト始まる半年ぐらい前に、はい、たまたまインスタで僕2020年の9月頃に、はい、さあちゃんをフォローしていて、えっと、そうです、はい、実はもう素人の、まあ、絵を実はこの番組関係なく、そうなんですよ。その時に、なんかコンテストとかね、はい、やられてた時に、はい、たまたまレッズを応援してるっていうのでインスタでポンって出てきて、うんうん、あ、だったら僕も応援しようと思ってフォローさせてもらったら、いつの間にか知り合いの恵比寿くんと
この番組をやられてるっていうんで、なんでやねんって思すごいどういうつながりやねんって思いながら、そういうつながりがあったんですよ、はい、実はだからあの僕の中で初めましてじゃなくてもう2年ぐらい追いかけてますっていう、そうするとストーカーみたいになっちゃうからストーカーです公開ストーカーごめんなさいすごい、そうなんですよ、今年に入って今一番興奮してるんですよ、ね、本当ですか、はい、だからね、あのそうだったんですこの、 あの一昨日ぐらいに上がったあのストーリーだったかな、はい、ね、魚介を焼いてるやつ、 あ、はい、あれもおこういうのを出す子ってなかなかいないよねって思いながら、はい、これストーカーですね、さすが2年前からサワちゃんを知ってたという、はい、僕の前からです、はい、実は知ってたんです、サワちゃんのこと、はい、そういうので恐縮です、今日ありがとうございます、すごいつながりですね、はい、いやこれボールからつながれるんですよ、そうですね、こうやってつながっていくんです、人が三角形になりましたから、はい、三角形になりました、あと私が浦和レッズを応援していなかったらおそらくこう出てくることもなかったですし、なかったと思うんですよね、そうなんですよ、はい、ね、でね、うん、今はもうレッズ関係のお仕事ね大活躍されてるじゃないですか、ありがとうございます、本当にすごいと思いながら、いや、もうすごい、はい、YouTube も見てますし、そうなんですか、はい、ですよ、トヨさんそろそろいいですか、はい、行きましょうか、ありがとうございます、そろそろいいですか、おさわさんと2人でずっと話してたんで、そうですね、もうかれこれ10分経っちゃいます、はい、いやもうでも感動でいっぱいです、ありがとうございます、とんでもないです、いやそうなんですよ、そういう形で、で遠山さんのなぜこうレ今レッツのユニフォーム着てるんですよ、はい、そうなんですよ、しかもいろんなサイン入りのザバスですよ、ありがとうございます、当時のなぜかというと遠山さん生まれとか育ちが、あ、生まれはねちょっと違うんですけど、僕あの幼稚園の頃から浦和市に、住んで、25、6歳ぐらいま で20年以上浦和でずっと住んでたんですよね、秋ヶ瀬公園の近くに住んでた、秋ヶ瀬公園に行ってました、ちっちゃい頃ロジャースまでチャリで行くのがちょっとビビってたみたいな、そんなところですね、はい、ロジャースね、なんか、はい、あのちょっといい買い物するとき我が家はロジャース行ってましたなんかあの広いじゃないですか、はいはい、いっぱいあるので、うん、近所のスーパーじゃなくてロジャース行くときはその日の夜焼肉だみたいな感じでした、なるほどね、はい、だからローカルの話すると新六軒道路沿いに住んでました僕は、新六軒道、あ、はい、もうこれ浦和の人はうわーってなってるんですよね、うわーってなってるかなってないか分かんないですけど、そうなんですよ、はい、浦和なんですよ、ずっと浦和に住んでまして、はい、で今日は浦和レッズにまつわるその自身の道具をあのいくつか持ってきてもらったんですけど、ちょっと YouTube の方のカメラにちょっと、はい、出せますか今、本当いっぱいあるんで、まずはすごい、まずはユニフォームつながりでちょっと汚いんですけど、こういうやつどうですか、えギド・ブッフバルト、ギド・ブッフバルトさんがあの引退試合の時の記念のユニフォームっていうのをですね、あの限定のやつ、表もちょっと表はこうですね、6番、めちゃめちゃプレミアじゃないですか、あの白馬の時ですよね、もうブッフワールドが、ね、古いんでちょっともうボロボロなんですけど、白馬の試合も見に行って、はい、その頃はもう年間40試合ぐらいはあの代表の試合も合わせて見に行ってた時代ですね僕は、はい、もう今日雑誌とかもいっぱい持ってたんですよ、雑誌もね実は持ってきてて、雑誌当時の、はい、やっぱり長いトンネルがね浦和レッズね、今年30周年ですけど最初の 1,2、はい、年3年はもう本当にダメで、はいはい、だから今引き分けがね、ずっと続いてるけど、はい、まあ、僕にとっては大丈夫、勝ち点ちゃんともらえてるじゃないですか世代なんですよ、あの時代から比べる 時代から比べるとまだいいじゃないかと、はい、なので、例えばこういうものとか、はい、エルゴラ、はい、あもうあれ、ね、当時のね一番携帯いて、はい、トゥーリオいて、どうぞどうぞどうぞ、 J1 制覇すごい、はい、こういうやつとか、あなるほど、こういうやつがいる、あ今日は雑誌ねいっぱい当時の、ね、歴史に赤を、刻めってね、あもうあの初の ACL 制覇のシーズンそうですよ、アジア王者の特別号です、これ雄一郎ですね、かっこいい、全部買いましたこの頃、なるほど、出る雑誌これも特別号です、これもうね、はい、さあちゃん今日はねそういう話なのよ、どうですかこれもうやばいです、ね、レッツつながりになっちゃったのよ、これやばいでしょ、さあちゃんとやばい、この僕は信久にね、はい、入れてもらったのは本当に涙が涙で本当に
ね、出しますね、持ってきましたね今日いっぱい。で僕はねこれが大好きな本なんです、実は。えめっちゃかっこいい、はい、これ知らないでしょ、これ知らないです、ね、歴史をね当時の1993年から2006年の赤き軍団の奇跡、そうなんですよ、で見てくださいぜひ、はい、もう固まっちゃいましたね、あすごい、そういう話だよね、サポーターとすごい、これもういたいたいました、あいます、ね、知り合いが、はい、知り合いがいました、知り合いが、はい、そうですね、そういう話ですね、はい、すごい、もう衝撃、屈辱、躍進、停滞、混乱、希望、悪夢、ね、ほらほらもうほら沢ちゃんと遠山さん、はい、そうなってきた、ほら俺危惧してたんすよ、一応ねラジオだから声は出しとかなきゃいけないからね、うんうんうん、もう絶対こういう話になってくなって、はい、ちょっと私これなんかこれなんですか、ちょっと後でお願いしますね、そうね、はい、後でにします、後でねすごい、まあ、そういうことで、なんていうかな、僕がね大学の時に J リーグが開幕したんですよ、はいはいはい、僕来年50歳なんで、あ、はい、もう半世紀、はい、半世紀生きるってことで、はい、で大学の頃は、はい、ね、いろんな地域の人が友達で集まってきたから、うん、でその頃、うんうん、ね、広島から来ました、名古屋から来ましたとか言って友達全員一人ずつ違うクラブチームを応援してたっていう面白い大学時代が、はい、まあ、J リーグの当時はもうみんな結構、ね、ファンが多かったし、そうでもうプレミアムチケットなんで全然スタジアムには行けなかったんですけど、取りにくかったんです、ね、全然取れなかったです、もう関係者ばっかりで、ね、流通するのがね、はい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 、だから全然取れなくて、でようやく、5、6年ぐらい経ってから、まあ、だんだんレッズが強くなってきた頃からスタジアムに通えるようになって、なるほど、だっていうのがあります、はい、いやもうだってもう、ね、ブッフバルとナレのユニフォームとか、あとチケットを昔の持ってますもんね、これが昔 の, シーズンチケットのやつですね、1998年浦和シーズンチケット生まれる 1年前ですか、です、ね、はい、こういうやつを、ね、シーズンチケットってなんか結構豪華なんですね、豪華ですよね、俺も初めて見た、はい、今のは分かんないですよ、いやいやいや、さすがに、いやこれが、サッカーを見るときにウエストバッグずっとポシェットで使ってた、はい、いつもこれを腰に巻いて、あいいっすね、レッズと、いいっすね、代表の試合を見に行ってたんですよ、ラジオ無視してバッグを無視してますよバッグこれがって言って分かんないもんね、いやいいんですよ、メーカーがコスビーですから、コスビーね、これ当時の人しか分からないコスビーのバッグ、ね、はい、このピンバッジもね、フランスワールドカップの、あすごいですね、すごい、はい、そうなんですよ、でなんか試合行くときはこのカバンってあるのすごくいいですね、そうで、ここになんかチケットも入って、でそのまま入ってたんだけどチケットも入ってたりとか、まあ、はい、代表のパスケースとかもあったり、へ、そういう感じでね、これだけ持っていくみたいなね、あもういつもこれを持っては OK みたいな、そうです、そんなことをやってました、好きですねサッカー、さすがゴーフト初の、はい、サッカー愛が一般人ですか、一般人ゴーフト初の一般人、一般人ですか僕はねサッカーそんな本当にやってなくて、ただ小学校の時に佐川小学校っていう浦和にある小学校 で、はいはいはい、で浦和は小学校の中で小学校代表 の, チームを出すんですよ、対抗戦があるんですよね、大会に出るの、大会 で, で小学クラスごとのチームなんですよ、で僕は6年4組で6年4組チームが優勝したんですよ、その学校で、で、浦和の、本戦に出場するんですよ、それ小学校本当同士が戦うってやつですね、小学校のクラスチーム同士が戦うんですよ、すごい、チームじゃないんですもんね、どっかのクラブチームとかじゃなくて少年団じゃなくて浦和の学校、学校のクラスがチームになってるんです、なんかさすがサッカーのマッチですね、やばいんですよ、でこれなかったです、そんなの、どこで本戦やったか分かりますか、駒場スタジアム、そうです、僕だからレッズ の, 選手よりも先に駒場 の, 土を踏んでるっていう、いやそれはプレミアですのが自慢です、どこに自慢していいか分からないです、レッズより先に駒場を踏んだ男ですよ、もうその称号はもう今出ました、ありがとうございます、すごい、そうだから浦和がそう、ね、サーちゃんが言ってもらったようにサッカー愛がすごいのってやっぱ小学校当時だってやっぱり野球だったんで、僕らの世代は確かに確かに野球バリバリの時代でサッカーでまだサイドハーフとかで僕、ストッパーってやってたんで、ストッパーわかります、え、ストッパーわかんないの今ストッパーって言わないもんね、
ストッパーっていうポジションがあったんですよ昔。今で言うなかなか言えないんだけど、まあどっちかというとアンカーと最終ラインの間ぐらいな。ああなるほどなるほど。もうなんかどっちかというと守備専門みたいな、相手のフォワードを潰すっていう。だいたい 3-3-4 かな、そう、ね、当時そうで、ね、で4バックなんだけど、3人並んで真ん中がストッパーで、その後ろにスイーパーっていうポジションが。スイーパー聞いたことない。ゴールキーパーとの間に、さあちゃんちょっと失格かもしれない、はい、サッカー、ね、ポジションがストッパースイーパーだよ。そうリベロはリベロあリベロは分かります、ね、リベロ分かる。リベロに近い感じでこぼれてきたのをこうスイープするという。ああなるほど、そういう意味でね。で僕はストッパーっていう役をやって、頑張って、ね、ヘディングしてやったりとかして。そのじゃあ駒場で優勝したんですか。でこれが初出場で初優勝したんですよ。お初優勝すごい。そうなんですよ。でその時の写真も今日持ってきて、はい、お小学校の、ね、時の写真。これも卒業の時に貼られたんです。寄せ書きで当時小学校の寄せ書きまで持ってきた。しかも東山ひろゆきくんって書いてあるじゃないですか。くんって書いてありますよ。いや一人ずつ、ね、みんなそれぞれに書いて。最強の一般人になりました、はい、最強の一般人ですよ。ごめんなさい、はい、そうなんですよ。すごすぎる。でもそれが多分サッカーのピークで、やる方のあやる方のピーク。早めに来て早めに終わった終わったっていうか、やっぱサッカーね僕向いてないなって思ったんですよその時ね。ボール競技がだからサッカーっていうよりも個人プレーで、テニスとか、うん、そういうのやってたんですけど、やっぱりねその J リーグが浦和でね、こう浦レッズが誕生して、うん、で大学生で、でもその当時みんな強いんだけど、自分のね浦和レッズはず、ね、2勝とか3勝とかしかできないようなチームで、うん、うでね、もうずっともう学食で泣いてたよ。泣いてたでしょ泣いてた。みんなそう言いますもんね、本当、うん、ショックで。そう泣いてたんだけど、やっぱりねあの頃のレッズ大好きで、ね、広瀬さんとか、うん、ね、トリビソンの選手とかねいて、でもう熱い人はめちゃくちゃいたから応援しようっていう風になってきて、ようやくこのね雑誌にあるような感じでだんだん報われてきたわけですね。そうだから、まあ、さっきの話じゃないけど、ずっとね今引き分けが多いけど、うん、いやいや違うだろうと、うん、応援ずっとし続けようぜっていうのが僕の今のスタンスなんです。いやサポーターの鏡さーちゃんからしたらちょっと考えざるを得ないようなあれなんじゃない今ね。浦和レッズさんは厳しい状況にあるからね。いや本当に試合終わるたびにちょっとやばいんじゃないとか言ってる自分ちょっと見つめます、うん、恥ずかしいよさーちゃん。いややばいとはね思うんだけど、うん、それは多分選手監督やばいって思ってると思うんで、うん、なんか前向きにね応援できたらなと思って。さすが素晴らしい。さすがドヤ顔ドヤ顔、こっちドヤ顔心が現れますね。そうですね、まあ、同じ時期に代表ではドーハの悲劇が、あJ リーグ発足前かなの時にあって、うんうん、はい、であの時に家でもう本当に泣いて、もう絶対行けると思ったのに行けなかったから泣いて、うん、で悔しさのあまり日本代表もしっかり応援するようにそこからなっていったんですよ。お、まあ、そうですね、はい、うん、ドーハの悲劇はね、あれ本当すべてのサッカーの好きな人が一瞬がこうもしもシリーズで変わってたなら、うん、どうこうね、うん、ドーハの選手たちが今をこう、うん、ラモスとかが、まさにね、ラモスとかもうカズさんもそうだけど、うん、どういう風に歩んでったのかなっていうのはすごくもしもシリーズで本当に確かにサラレルワールドってやつに。そうセンタリングがカズの足にぶつかってコーナーキックとかまたなんか変わってたら、ね、どうなってたんだろう、ね、あと本当数秒だったから、ね、本当数秒、ね、はい、いや、まあ、だから ねもうこういう話しちゃうと、はい、もう今リスナーの方たち多分大体同じような世代だと思うから、うん、多分だんだんこう思い出してくるんですよ当時はね。当時はで日本代表はご覧になられますよね。見ます見ます、はい、で僕はそのフランスのワールドカップの出場を決めたジョホールバルに行ってたんですよ、うん、海外で見られて現地で見てたんです。すごい、はい、出た現地で見てたんですよ。でその証拠の写真を今日持ってきたんですけど、最強の一般人証拠の最強の一般人そうなんですよ。証拠の写真がちゃんとないといけないなと思って、はい、でどんな写真出てくるのか結構楽しみなんですけど、これね勝った瞬間です、ね、でジョホールバルだよこれ、どこでしょう、ジャカルタ
あ、マレーシアですね。マレーシア、マレーシアか、はい、マレーシア、そうなんですよ。ちょっと待ってくださいね。すごいよね。すごい。じゃあホールバル行ってる人って、うん、ちょっともういい意味で頭をおかしい人たちじゃん、うん、そう、そこまで行って海外アウェーってなるとそうですよね。本当のサポーターだと思う。でこれが、直前が、カザフスタン戦って日本で行われた試合で、はい、で僕はもう日本代表のホームは全部、自由席を抑えるのに1週間ぐらい前からテント張って、みんなでね、紙吹雪、当時 OK だったんで紙吹雪をこうビリビリ破りながら作りながら待ってたんですよね。1週間止まってたんですよ。やば、待ってください。1週間前からスタジアムの前に、前の門の前に止まってた、はい、でテントがずっと並ぶんですよ、みんないろいろ。ちょっと今じゃ想像つかない。想像、今は多分ダメなんですけど、うん、だその当時そういう風にやってて、でカザフスタン戦でもう当然負けたらダメで、勝ったらその代表決定戦に行くっていうので、うんうん、試合始まる前に並んでた仲間で、いや今日絶対勝つよねってなって、そこでもうマレーシアのチケットを抑えたんですよ。はい、やもうそこでもうこれ勝って決まってからじゃ取れないよねって言って、それで抑えたんですよ。で取れたんですよ。で勝ったんで行ったんですよっていう。うお、筋金入りだよね。そうなんですよ。これそれが1週間前からテントがもう本当にすごすぎて、それがこれです。あーすごい。どれだか分かりますか僕。この後ろの方にいる見えない粒ですか。いやさすがですね。いやラジオだからね、これ分からないからね。分からないからね。私、はい、待ってください。分かんないよね。これブー、これ。これこの反応、はい、さあちゃんすごいリアクション今。ありがとうございます。リスナー、今どんな写真を見たんだろうってすごく。ちょっとこっからじゃ見えないな。ちょっとね、分かりづらいと思うんですけど。知れないんですけれども、はい、そうなんですよ。顔をですね、フランスです。フランスの国旗に。塗られていて、ペイントして、でフランスカラーのこうアフロをかぶっていて、はい、もうGo to Franceを表したんですよ。で、なんだ、ハニーとドギーっていうんですよ、そのマスコット。ハニワと土偶で、日本代表のオフィシャル の、 キャラクターなんですけど、知らねー、はい、当時ハニーと土偶で、ハニワと土偶なんだ。そう、ハニーとドギー、ドギーが、うん、ハニーとドギー、そうなんですよ。でもうフランスに行くっていうんで、これが試合始まる前にボディーペイントをやってもらってる最中の写真です。これボディーペイントしている方は友人さんとかですか？友人で、僕当時サッカー の、 オフィシャルのデザイナーのところでアシスタントで入ってまして、はい、でこの炎のユニフォーム覚えてますかね。あ、はいはい、これを作った人です。この人たち、この今書いてる人が、オフィシャルの人が書いてるんで、アシックスね、オフィシャルです。これオフィシャル、これオフィシャル、はい、オフィシャルユニフォームがオフィシャルだ、はい、オフィシャルユニフォーム。いやーちょっと、これこの国旗かな、いやでもこっちかなと思ったら、違います、違いますよ、まさかの、はい、まさかのオールペイント、すごい。これぜひ後で写真撮らせてもらって、ね、ぜひぜひぜひ、インスタに開けさせてもらっていいですか。はい、ぜひ。これでサワちゃんが笑ったんだよっていう、はい、いやこれはちょっともうあれですもんね、 T シャツもウルトラス日本の T シャツ着てましたしね。はい、でジョホールバルでこの格好してたので、このフェイスペイントしてたんで、はい、BBC からインタビュー受けました。おー、 BBC でも英語だったんでよく分かんなかったんですけど、なんて言いました、なんて言いました。いや、なんて言ったか、おそらくなんて言ったとは、 Go to France って言ったなるほどね。 それで Go to France 決めて、これが記念 T シャツなんですけどね。1997年のちゃんとバーコードがまだついているという、はい、ついてるというね。すげえシャツ。それ決まった時のオフィシャルの T シャツですよね。オフィシャルの T シャツ、記念ってことですよね。はい、この選手たちがこれを着てね、セレモニーを、あって今年もありましたもんね。あ、そうです、そうです。カタールで行ったぜみたいな。へえ、すごい。でその勢いで、フランス行ったんですよ僕。あ、フランス行ったんですか。フランスに見に行きました。また予想をさらにまた超えて超えてってます。よかった、超えてってて。でフランスで行って見て、これがフランスに行った時の、また写真で申し訳ないんですけど、ラジオなのに。あ、その前にごめんなさい、1個ありました。ジョホールバルで延長前に岡野選手がね、
そうですよ、こう、ダッシュして V ゴールです、 V ゴールダッシュして、はい、よしそろそろ出番だってなって、はいはい、で入ったじゃないですか。で僕ちょうどこうバックスタンド側だったんで、こう向かって走ってくる岡野選手に、うん、わーって言いながらで V ゴール決めて、うんうん、でもちろんレッズサポーターで、うん、おーってやって、次の日の空港で岡野さんに会いました。すごい、めっちゃワイルドですね。ワイルドにね、サングラス頭につけて、はい、しかもそれが様になってる。で当時、ね、日本に帰ってきて岡野さんセレモニーやったんですよ、はい、浦和駅前で、はい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 、コルソってわかります？浦和のコルソ、わかります、わかります。コルソの7階だか8階のベランダに出てきて、はい、おーってやって、であそこ の, あのバスターミナルのところ、うんうん、サポーターで埋め尽くされてたんです。それもちろん行って行って俺ジョホールバル行ったんだぞと、お前を応援しに行ったんだぞと。 そしたらジョホールバルで取材してたフジテレビのアナウンサーがたまたまそこに来て、あお久しぶりですって言われました。お久しぶりです。さすがペインター 顔パス。さすがペインター。お久しぶりですって言われました、ね、すごい、はい、でフランスその勢いで、すぐチケットを手配してで行ったんですよ。でフランス行った時の、写真が、こういう感じですね。どうなるんだろうな、やばい、次なんだろう、こういう感じです。またペイント。今度は日の丸、日の丸ペイント、日の丸ですよ。当然顔面ペイント好きっすね。アルゼンチン戦はスタジアムで見せたんでこんな感じで、あ顔面ペイント。はい、で、あれなんですね、体にユニフォームのデザイン書いて、はい、で国旗も書きました。対戦の。あ、はい、好きですね。すごい、もうご友人さんなんか侍とか着てますし、いやなんか基本的に裸多いっすね。基本的に裸多いんですよね。本当だ。基本的に裸ですね。で当時まだフェイスペイントとかボディーペイントあんまりやってなかった時代で、サポーターが、だから僕結構もう好きでやって、先駆けたぞ。そう、それで外国人のねサポーターとも仲良くなれたっていうのがあったんで、はいはい、外国は多いっすもんね。そう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 、お前はクレイジーだなって言われて、うん、お前もなって言って、お前もなって言って、そうなんですよ。いや面白いですね。そうで、ワールドカップ決めた時 の, 記念の本っていうのも、あすごい、これも限定の、はい、これも限定の本で、もう即完売だったのすぐ買って、しかも初出場の、初出場のですよ、ゴンさんだ、はい、すごい、ずっしり、ずっしり、ね、重みを感じます。はい、すごいな、まあ、なのでこう見ちゃいそう、すごく、はい、だこういう歴史をね、おかげさまで生きながらこう体感してきてるので、まあ、今のね、代表を、ね、監督がいろいろ言われたりとか、うん、戦術がなんとかとかあるじゃないですか、はい、まあ、僕にとったらワールドカップに頑張って出たぞというのがあるんで、もう今のもしょうがないし、当時に比べたらめちゃくちゃうまいよねって思ってるっていうのが、まあ、僕の応援の仕方なんですよね。またほら味方が、優しい味方でサポートしてくれてるよ、うん、いや、はい、本当ですね、はい、確かに。だって悔しかったもん、ドーハの時。本当に本当ですよね、うん、ドーハの時は。いや泣きましたもんね、あれは、はい、だからそういう感じでね、ちょっと優しい感じでこう見てあげるといいのかなっていう人もね、一人ぐらいいたらいいかなっていう。いや、サポーターの鏡だ、ね、鏡だね、はい、鏡です、うん、いや一回ね、もうね、もう本当にもう最強のね、一般人がすごいアピールしてきたので、はい、もうだいぶもうグッズはでも出そろいました。もうなくなっちゃいました、はい、いやまだありますよ。絶対まだある。ありました、じゃあ曲の後また次 の, あ、ね、見せてもらう。 ありました、ありました、ありました。曲の後に、ね、曲の後に、はい、あよかった、はいはい、ではここで一旦音楽を挟みたいと思います。オレンジレンジでチャンピオーネ。オレンジレンジでチャンピオーネをお聞きいただきました。いいよね、これもやっぱり豊田さん、日本代表の応援ソングでしたからね。いや懐かしいですよね、これね。そうですよね、やっぱり上がりましたよね、うん、あの頃ね、やっぱり顔ペインターの日本代表サポーターとしてはやっぱりああいう歌はね、そうですね、やっぱいいですね。確かにノリノリになれますよね、はい、うんうん、まあ、なんかあれですね、写真と今キャラがちょっとやっぱ落ち着いたんですかね。あの頃どんな時期だったんですか。もうペイントしてジョホールバル行くわ、顔ペイントして応援しに行くわ、レッツの応援しに行くわって、自分にとっては当時どういう、なんだろうな、まあ、皆さん多分サポーターの方言われると思うんですけど、あの頃本当ライフワークだったんで、うん、もう応援することが
だから応援するために働くみたいな。あ、多分皆さんそうじゃないですか、まあ、今はさすがにそこまでは、ね、実はできないんで、できてないんですけど、まあ、その頃はもうとにかく応援するために働くぞみたいな感じのスタンスだったさすがっすね。いや本当によく言ってましたよ。チケットもね、いろいろまた出てきて、もう本当ね、ラジオなのになんでこんなもの持ってくんだっていう話なんですけどいやもうこれ最強の一般人のアピールですよ。これやばいですよ。これどうですか。これ絶対やばいですよ。どうですか。浦和レッズ対どこの試合になってますかね。横浜フリューゲルスだ。今は亡き、はい、前園がいて、そう、ね、遠藤とか、ね、遠藤やっとさんが最初にい て, にい て, いてね、奈良崎聖郷いて、奈良崎もいて、浦和市駒場スタジアム、はい、浦和市まだね、駒場、埼玉市ではなく、そうです浦和市、はい、へー。で僕そのデザインのスポーツの応援グッズのデザインの仕事をやっていた時期がありまして、はい、接客の前に、はい、でこれね多分みんなさんに言っても本当かよって思われるかもしれないんですけど、この横浜フリューゲルスが亡くなって、でその後横浜 FC、はい、まあ、今も ある横浜 FC に変わったわけですよ ね。で横浜 FC が最初に登録されたのが JFL だったんですよね、はいはい、で JFL のその1年目リティが監督で、はい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 、奥寺さんがね GM で、はい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 、みたいな時、はい、その時の僕は横浜 FC さんの応援グッズのデザインやってたんですよ。今日何も持ってきてないんですけど、でその年は JFL 優勝したんで、はい、優勝記念グッズとかもう作らせてもらって、マジですか、はい、すごい、で地味になんかつながっていくというかね。わお。でその時にデザインした上で三沢とか競技場に売りに行ってたんで、それでサポーターの方にあこういうの欲しかったんだよとか言われるとなんかねまたちょっと頑張ってデザインして作ろうみたいな。でも僕はレッズサポーターっていうジレンマもあったんですけど、流れて血の色は違うそうなんですよ。だけどまあサポーターの気持ちは分かるから。なるほど。そう、優しいな、そういうところも。またいやそういうことはね本当やってましたね当時ね。だからそういうふうに気を使って、はい、今日浦和レッズのシャツの下には横浜 FC のシャツを着てきてる。全然違うんですけど虹色ね。たまたま、はい、ちょっと今俺見つけちゃったんですけど、はい、ありがとうございます。いやさすがですね。そうだから当時はサッカーを本当にいっぱい見に行ってたんですよね。なんかこういうのありました。ダイナスティマールボロダイナスティカップとかありましたね。懐かしくないですか。このどこだどこですか。香港対日本とか香港対韓国対なんとかっていう、そういう。これは何か今はないですか。今はないですね。東アジアにどっちかというと近い、やつですね、その前にあったようなやつとか。ちょっと週は仲いい国だけでこうやるやつですね。そうですそういうのだったりですかね。まあ、チケット関係はこんなところとかですね、はい。まあ、あれなんかいろんな当時のトヨタカップとかも、ジョモカップっていうのが、ジョモカップ、懐かしくないですか。ジョモカップはオールスター戦ですね。そうだ、ジョモカップ、はい、ジョモってガソリンスタンド、ね、ガソリンスタンドのジョモっすよね、はい、ジャパンドリームズ対ワールドドリームズ、はい、これはJのチームの選手と J リーグに所属してる外国人選手、おバーサス日本人、日本 J の日本人選手、あったワールドドリ、あそういうこと、あそうなんです、こんな、じゃあもうクラブの垣根は超えてってことですよね。あそうですそうです、こういうのさやっぱり野球の流れもありますよね、うん、オールスターってさ野球はこう出るじゃん、でもサッカーってこういうのなくなっちゃったもんね。そうなくなっちゃったんですよ、ね、しかもこう体育の日にやってるじゃないですか、なんかこういうの欲しいですよね。すげーとか言うんですよね。そう体育の日にやってた、本当だ懐かしいな、すごい。こんなんとかですかね。あとなんだ、レアルも見てますよね。レアル見てる、レアルのがどっか行っちゃったそうなんです。日本に来た時です。日本に来たんですよ、うん、レアルマドリードがトヨタカップですよね、はい、今のあれか。そうなんですよ。トヨタカップ知ってる、さあちゃん。いや、トヨタカップなんか聞いたことあるなぐらいです。で今はその AFC で優勝したらいけるのがあるじゃないですか、クラブワールドカップ、はい、あれの前身がトヨタカップ。トヨタカップ、トヨタがクラブワールドカップじゃないメインスポンサーだった、だから日本でその決勝戦をやってくれてたの毎年。そうなんですか。これですね、
トヨタカップって、あの南米とあのヨーロッパの、あの優勝のクラブチームの決勝だけをやってたっていう。そう、昔はアフリカとかアジアは入れてくれなかった、入ってなかったんです。レベルが違いすぎて、うん、だから南米の1位対ヨーロッパの1位だけが毎年、まあ、面白そうではありますね、うん、そう、レアルマドリード対バスコダガマバスコダガマですよ。でこれ毎年国立競技場でね、うん、やってて、旧国立ね、はい、旧国立競技場でやってて、これはこれもね、これはね J リーグよりもさらにチケットとしては取りづらかったんですよね、トヨタカップは。もう毎年、昔からトヨタカップはあのずっと満席だったんで、トヨタカップ、天皇杯、あとはあの高校サッカーの決勝とかですかね、サッカーで 満席になってたっていうのがね、国立が、そういう時代でしたね。いや見てますね、当時はもう本当年間40試合ぐらい見に行ってたんで。いや、あの気になるんですけど、はい、そのチケットって争奪戦になるじゃないですか、はいはいはい、それでこう勝つコツとかあったんですか。勝つコツどうだったんだろう、まあ、僕の場合はあの知り合いからのルートがっていう、全然それは勝ち方なんですけどみたいな。いや、なんかなるほど、コネだ、コネ、コネです、コネ、コネ、コネ、なるほど、コネですよ、コネ、コネを使えると思うんで使ってください。そうだよ、じゃあ、でも代表戦とかも今ね、日本対ブラジルがやるけども、うん、ほとんどみんな取れなかったって言ってるもん ね。そうですね、ね、でなんか結構ね、あの転売で高く売られてたりしてて、うんうんうん、あとね、パリサンジェルマンもね来ますからね、出ますね。そうですよ、浦和レッズと、ね、ガンバ大阪、川崎フロンターレ、川崎フロンターレとね、日本ツアー。でもそれあれなんじゃないの、いや、フロンターレはやる意味あると思うよ、うん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 、だって日本の一番だからレッズダメですか、うん、レッズやりましょうよ、レッズやりましょうよ、ガンバ大阪もやりましょうよ。だってレッズはね、アジア2回取ってますから。本当そう、そういう、本当にそこはね、ガンバもそういうクラブでした、うん、そうですよ、そう、 あのね、こう毎年こう変わる感じでね、うん、いやいや、なんかすごいですね、なんかいっぱい見てて、はい、だからもう、うん、今はもうそんなに見なくなりました。今はあのスタジアムにこの前鹿島アントラーズ戦を、うんうん、あの5年ぶりぐらいに、え、あ、結構久しぶりに、久しぶりに凱旋しました、はい、見に行って、サイスタに、サイスタにね、であの最初のね、こうこれをやって一緒に、あ、はいはい、ありましたね、はい、もちろん顔面ペイントで、顔面ペイントはしなかったやばい、時が経ってる、落ち着いてきちゃった。いやいやいや、まあそれはね、さすがに、はい、もう赤と白と黒はさすがに20年以上前ですからそれは、うん、もうちゃんと、まあ、ちゃんとね、ゆっくり見て、はい、ゆっくり、あの声は出せなかったからね、うん、まあ、あれですけど、まあ、でもショルツ選手のね、うん、ゴールはちゃんと収めて、うん、PK は、PK だからちゃんと収めて、 PK でしたもんねそうで、おーってなって、もういけそうだったんですけどね、うん、ちょっと惜しかったっていう感じでですね、うん、やっぱスタジアムで見るのはいいですか。めちゃくちゃいいっすよ、やっぱ やっぱりね、ライブ、ね、うん、熱量やっぱ違いますよね。で拍手がもう久しぶりにいたんで、まあ、声出せないから拍手で皆さんこうね応援してるじゃないですか、と手拍子、うん、あれがまたかっこいいなと思って。確かに、うん、拍手しかないですもんね。拍手しかないからあれですけど、なんかね、ああいうのもまとまっててすごいいいなって思って一緒に、あの息子も連れてったんで、息子と一緒にやってましたよ、ね、はい、選手の声も聞こえやすいですよね。聞こえやすかったですね、うん、だから今はスタジアムはまあそうやって久しぶりにぐらいしか行けないですけど、あとね、 YouTube でダイジェストが見れるのが ね、あの昔と比べたら圧倒的に増えたので、うんうん、まあ、それはね欠かさず見るようにして。お、はい、まだちゃんと血は健在ですね。あ、流れてますね、赤い血が。健在ですね、いや本当にもう多分死ぬまでずっと赤い血が流れますよ。さあちゃん嬉しいね。いや嬉しいですね、はい、ね、いやすごい、なんかやっぱなんかさすがですね、2つの最強の一般人は。ありがとうございます。最強すぎる、最強すぎますよね。あともね、こういうサインも。あ、これですか、サイン。それどうしたんですか。サインユニめちゃめちゃ気になります。これはまあ、僕がその、ね、レッズサポーターっていうの周りはあの当時知っててくれてたんで、うん、10年ぐらい前に結婚をした時に、はい、結婚のお祝いで仲間がその関係者にお願いして、で、選手の皆さんに、当時の選手の皆さんにサインを
書いてもらってプレゼントもらったっていう経緯です。いやちょっと見てみたいな、ちょっと見てみたい、はい、すごい、めっちゃ思い出にも、いやすそうなんですよ、いやすごいっすね、もう見る限りこうユニフォームの表目こうあの前の前面の方に、はい、もうサインが一面に一面にね、ちょっと立ってもらっていいですか、ちょっとこの、いやすごい、すごい全部だ、いや本当ありがたいですよね、結婚記念にってなんかまた思い出に残りますね、思い出に残るし重いしみたいなうまいな、うまいうまいうまい、これは重いですよ、ありがたいなっていう、まあ、でも10年経ってるんでね、ほとんど選手がいないんで、まあ、ちょっと残念な感じもありますけど、まあ でもやっぱり、あそう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 ね、でも去年でねほぼ入れ替わってますから、うん、そうですね、はい、でもそうやってあの先人の、ね、皆さんが何でもそうですけど歴史をねちゃんと作ってくれてるので、まあ、そういう気持ちを大事にやっぱりしたいなっていうので今日は持ってきてみました。いやすごい、はい、日本代表のあの炎のユニフォームとかはもうないですか。あうちにですか、はい、あれはね ないっすね、なくなりました、ね、俺もなくなっちゃったんですよ、なくなっちゃったな、僕もほらフランス行ってっから、アルゼンチン戦を見てるから、ちょうどあの留学中とかですか。いやそれはね違う、普通にあそうか、サワちゃんはね俺が一人でラジオの時にこの話をしたの。え俺はね知らない知らない知らない、で俺はチケットがないない派だった、うんうんうん、あのチケット問題で、で向こう行って探した、うん、でもチケット問題が分かんないチケット問題と思うんだけど、チケット問題も分かんない、あ分かんないんだ、なんか旅行会社経由で皆さんがチケットを抑えてったんだけど、はい、なんか手配がちゃんとできてないとか渡せませんってなっちゃって、エアーのチケットだけあって航空券だけがあって、であのスタジアムのチケットが手元にないっていうのを現地で知るっていう人たちが出てきちゃったんです。あえその当時有名になった事件なんですか。そう超有名、まあ、大事件です、ね、大事件です、ね、だから行ったのにない。僕はね某、ツアー会社にお願いしててチケット感染込みで、はい、1週間前ぐらいになって実はかあのチケットがないです、向こうのブローカーとのやり取りがうまくいってなくて、それが1週間前ぐらいになって分かったっていう。おお結構急、もうこっちは行く気満々だからとりあえず行ったっていう、なくても行ってで当時ねとりあえず行ったっていう、飛行場で知った人たちもいたりとか、そう、ね、で現地で知った人たちもいるから、もうとりあえず行けってなって行くみたいな。そうで結局どうだったんですか。あのゲットしました 8万円で戦いでも結局ねみんなあの頃ねこう段ボールにこう書いてそうチケットくれってやってたんです。ああなんかコンサート会場で見るような、もうそうそう、もう本当くれくれくれ、それをフランスのねスタジアムの前でみんなこうやってた。いや本当にそうだ、本当にそうだった、うん、ね現地行かないと分かんない。でもやっぱあれですよね、手間さんがないとチケットゲットはやっぱコネで、1個はコネで、でももう一つはちゃんと自分たちで旅行会社からゲットして、でアルゼンチン戦とあと3戦目のジャマイカ戦はスタジアムで見させてもらいました。おー、すごい。全部一応あれですよね、向こうで滞在したんですよね。でも1ヶ月ぐらい、1ヶ月、うん、1ヶ月ぐらいバックパックで男6人で行って、でなんか楽しそう。そう、まずスペインに入って、はい、でバルセロナからこうガーって上がって、で、ペルピニャンっていうね南仏の方のちっちゃい町に一回泊まって、はい、でそこからまたトゥールーズ行ったり、なんと行ったり、なんと行ったりパリ行ったりっていう感じで1ヶ月過ごしましたね。すごい、もうあれですよね、サッカーを応援するために働くんですよね。そうだからその時はね旅行の金お金だけね本当に握りしめて、でホテルはとにかくディスカウントしてもらってそういうこともできるんですか。あもう交渉して、へえ、でもバックパッカーですね。そうでフランス語を喋れないからフランス語のねこうガイドを見ながら、でも英語もね基本通じないんで絵に描いたりとかして、シャワーがついてるかみたいな絵を描いたりとかしてシャワーを絵でシャワーをこうおしりとりみたい、そう、とかやってましたよ。なんかさすがっすね、はい、でもそんな感じでしたよね。向こうも現地ももう日本人はいっぱいいるんだけども、うん、なんかチケットがなかったりして結構いろんなわー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 こう
みんながこう歌いながらスタジアムに行くっていうああいう雰囲気は俺の中ではなかった、うん、もうチケットほんとないからね、もうチケットを探してなんとかスタジアムに行くぐらい、うん、あもう探すのでもういっぱいになっちゃった、そうで、クロアチア戦は結局チケットはゲットできなかったんだけど、まあ、あの近くにパブリックビューイングで、あ、はい、ドーンっていうのがあって、でそこで、ね、僕は日本代表の当時はキーパーユニフォームを着ていて、はい、キーパーユニフォームほとんど着てないんで誰も目立ちそうですね、そうで僕ロン毛だったんでその当時いや目立つな、だからめちゃくちゃ目立つじゃないですか、で試合終わった後にあの日本のテレビ番組のインタビューで日テレさんとかTBS さんとかおーすごいテレ朝さんとかおーすごい3社そう囲み取材ですよ、すごい、で3戦目どう戦いますかって俺に聞くんですけどもう、2敗してる中の3戦目だ、そう先生なんて言ったんですか、いやもうちょっと忘れたけどでも岡野に出てほしいとか言ったんです確かね、でそれをたまたまあの日本で、おばあちゃんが見ていておばあちゃんが初めてテレビを見てあフランス行ってんのうちの孫はって聞いてたっていうフランスに行ってんのフランス行ってんのどういうおーみたいな感じで面白 い有名人いや俺らも見てたかもしれないなそのいや結構ニュースで出てたって言ってましたから、うん、なんか探したら YouTube とかないですかね YouTube どうすかね、うん、あの当時の見たいんですけど、ねね出たらあったら面白いですねあったら面白いですけどね面白いですね、はい、結構だからメディアに出てましたねそのフェイスペイントの時もそうですけど確かにフェイスペイントとかねロンゲーとかしたら聞きたくなりますよね、はい、いつもそうですよなる今日はどうですか今日はどうですかいやなんかさすがっすね、 いやねトップオブトップ、いやトップオブトップ、接客だけじゃなくサッカー愛もトップでしたね、ありがとうございます、サッカー愛もトップでしたね、もう時間がね、そうなんですもう時間が あとほらあっという間なんですよ、大丈夫ですかこんな話で、いやもうねニーズあんのかなこれ、新しい試みですからいやでも1時間めちゃめちゃ早く感じました、 ありがとうございます、ほら沢ちゃんがそう言うんですか、ありがとうございます本当に、もうこれはねゴーフとこれからも最強の一般人を、あーですね、最強の一般人呼びたいですね、そうですね、我こそは持ってるぞといろんな話を、そういうのもありなんじゃないかなと、確かに、いや知りたいですね、でもねそういう人だからこうなんかメディアにない話とか、うんうん、SNS に上がってこない話とかがあるんじゃないか、確かに歴史がね、いや良かったですよ、ありがとうございます、こんな感じで、いやいや最強一般人、いや本当にまだもうおかわり聞きたいぐらいですね、おかわり、おかわり、のおかわり聞きたいぐらいです、おかわりって表現もいいね、いいっす、あいいですか、うん、おかわりくん、おかわりちゃん、おかわりちゃん、ありがとうございます、もうせっかくあのいろんなグッズとか写真とかは、はい、あのインスタあと YouTube でもこう差し込んでいただけるんですかね、差し込んでくれると武井 P が、あの武井 P が、武井 P がおっしゃってくれてるんで、はい、あのさおちゃんが笑ったシーンがどこなのかとかはぜひあの YouTube、 そうですね、ぜひとか、まあ、インスタとかも、はい、あの見てもらえたらと思います、はい、ありがとうございます、あっという間の1時間どうでしたか、いやもう僕は楽しかったとしか言いようがないぐらい楽しませてもらいました、あよかったずっと喋ってました、すいません本当、いや大丈夫です、もうありがとうございます、もうたくさんみんな聞いてないんで今時止まりました、そう時を戻そう戻しましょういやそうです、よかったです、ありがとうございます、しかもね、ずっと僕は一方的につながったさ公開ストーカー公開ストーカーですか公開ストーカーですか、もうこう目線隠しますかもう告白しちゃいましたからね、そうずっとね追っかけてたリアルサナちゃんの、リアルサナちゃんの今日、はい、ありがとうございます、いや楽しかったですね本当にありがとうございます、ありがとうございます、はい、ということで本日のゲストは遠山ひろゆきさんでした、ありがとうございました、ありがとうございます、ガガフチャーありがとうございます、この放送は親切丁寧業務用エアコン清掃アレオ様と川越富士見の上福岡3店舗ある醤油豚骨ラーメンのラーメン御用様のご協力のもとお送りいたしました。